皆様おはようございます。こんにちは。こんばんは。今日はガルパンの12話っていうことなので、皆さん、今日はちょっと美味しそうなアルコールを持ってきて、そしてなんと、まあ、ウイスキーグラスなんですけど、これに氷を入れて、ウォッカで飲みたいと思ってます。はい。ちゅうことなんで、皆さん、ロックで今日は飲みましょう。Let's go! 乾杯！はい、最終話。わっ！なかなかのキックがあるんだよね。40% のアルコールを。あ、字幕をつけへんとあかん。おっと、結構もう入ってきてるよ。もう回ってる。太陽に手を伸ばす。ね、まばたきの間、まばたきの間を感じたいっていう気持ちって果たしてどういう意味なんだろう。2回まばたく、まばたたく、まばたたいたりするじゃないですか。その間を感じるって一つの瞬間を非常に深く感じるっていう意味なんでしょうかね。あちゃ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 、レッツゴー To my feetパパパパンパパンパパパパンパパンパッツタタタ、レッツゴー。後には先に戦いじゃぞ。そうだった、マウスくん。あ、俺が前回やったジョークだよ。おーね、何がマウスだよ。あんな恐竜だよ。おっと、少年場を乗り切るのは勇猛さじゃないわ。少年場の上に立った捨て身の精神よ。勝利場ではなく修羅場じゃぜ。お、全員が周囲して撃ったらまだまだだ。強っ。身を隠したところで、オーマイガード、逃げろ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 。でもあいつと比べてみんなバリ早いよね。ほんまそれ。あ、後ろ煽ってる煽ってる煽ってる。え、ああ、わかった。敵軍が後ろに煽ってたんだね。煽ってるっていうか、まあ煽ってた。だね、すごいよ。なかなか抜けられねえ。なんかアイディア思いついた今。ありがとう、沙織さん。ほんと、教えてくれよ。あ、乗っちゃおう。なんか乗っちゃうの。あ、今から乗るからね、上に。負担ってそういうこと。だいたい どうやってそんなことやる。おっと、横からオッケー、前進前進。しかし、おっ、避けた、避けやがったぞ。ほんでほんで、じゃあ分からへんよ。乗る感じ、突撃。
すげえな。はあ。すげえな。そして、あの、車体あ、撃つ？あ、向こうもう撃てへんねんな。もう、角度無理じゃん。ああ、できるか。あ、さらに乗る。やば。こんなんありえる？おほっ、やば。ありえねえ。救世主だし、何言ってんだ。これ中やねんけど。いい。What？ すげえ。動きなめら。うん。おっと。撃て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 。こんじゃ。あ、大ヒット。おお、マウスやられたじゃないかよ。奥様、やれましたぜ。おっと、これでついに、うん、ついに弱点。でもなかなかこれやるっていうのは頭おかしいだろ。なかなかクレイジーだろ。おいで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 。おお、あー、さすがにもう無理っしょ。うん、バイオなら、うん、いいことしてきたよお前ら。最後まで死ぬ気でファイトせや。意味わかんねえよね。フラッグ社はどちらも一両です。向こうの狙いはフラッグ社である私たち暗号チームです。皆さんは相手の戦力をできる限り分散してください。みんな敵を挑発するよ。Oh my god。なかなかの根性。エレファント。アニマルチームってやっぱり人気だよね。はあ。最高。フラフラ作戦ね。フラフラするわよ。ブルブルブルル。パッパッパッパーン。だけど当たったら終わりじゃん。やば。あ、殺ウサギが来た。キラバニー。パッパーンパッパッパーン。パッ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 パーン。パッパッパーンパッパッパーン。パッパッパーン。プテパーンパ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 ン。これってほんますごいよね。89めっちゃ使いどころが多い。あ、半分に分かれたな。コミュニケーション能力は高すぎるよね。お笑い学園、そこらへんほんとすごい。おおっとっとっと、あう、あれ入れなかった。ずっと右だ。お前らも下手かよ。名前ちょっと足したぜ。お、無理じゃん。はい、後ろからババーン。もっともっともっと。
あ？薬莢って言うんだ。おう、入った。どうやって M さんにやられちゃうって思うよね。笑けるわ。エレファント、お前ら大丈夫？おっと、入ったぞ89。ちょ、ワツン乗ってるじゃんお前。でも89って舐められたもんですね。パッパッパンパッパッパン、素晴らしいなこのアニメ。だって89の使いどころはちゃんとあるという。フラグ、あれがフラグだろ、あのピンク。なかなか頑丈でいらっしゃる。うわー、右気をつけろ。うん、止めろ。あー、撃たれた。あって、かすっただけ。よくぞ止め上がったな。あ、でも危ない危ない。あ、だだ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 、逃げられないですね。入れてるよ入れてるよ、向こうジグジャグ。おお、ビューティフルな考え方。あった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 、ジャウスティングみたいな感じだよね。ジャウストって日本語でどういうのかよく。ああ、車体が。こいつらガッツレベル高。おお、やば、嘘だろ、やば、相打ち度。今のフラグじゃなかったね、ピンク。あや元気。5人だね。さっき自分から言って。あ、怖いよ。絶対レオポンはいい仕事してくれるよね。あのチームには期待しかない。うん、もっともこの報酬がマジかっこいいもん。おいで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 、撃て。あー、結構追い詰められてきたんだけどさ。うん、これは逃げではない。どうぞ。こんなところで姉上を殺すことは不本意ですが、仕方あるまい。失敗兵器相手。これこそ決闘ですね、戦車殿。一人対一人の決闘。回ってる回ってる。七人の侍でもよく見る形でございます。ああ、ショレが逃げた。それはあんまり見ない。しかし、片方が忍者だと思えば OK。 西住妹の方は実は忍者です。これは逃げてるのではないぞ。すべては冷静な判断。さて、いやー、この自由回転ってマジ強いですね。リュウダン、ここ壊したな、さっきのリュウダンで。おっと、危ない。すべてを見たね。あ、意図的。これもまた89。ここで死にそうやな、さすがに。ああ、これはあれだね、厳しい B パートに向かったな。カモン、
ああやっぱり一人一人と死んでいく。レオポン、さすがにもうあんたの頑丈さでもこれは無理でしょう。プチって上がりそう、あと一匹の狼しか残っていない。ゆっくり来て、うちらは結構全然平気やからって。すごいんだけど、まるで自分が入ったかのように。オッケーオッケーオッケー、おっと、こわこわ、撃つんやで撃つんやで、オッケー、バン撃て、あー、よく我慢したな。俺やったら 100% そこで発射。隊長、もう一遍、もう一遍俺にそのカメラからしてください。来たよ来たよ、この広場に戻ったぞ。やばやば、入り方できるか？高瞬間射撃でも可能ですが、0.5 秒でもいいので停止射撃の時間を 0.5 秒。実に撃破してみせます。マコさん、迫力で正面から一気に後部まで回り込めますか？リタイ切れるぞ。大丈夫、ここで決めるから。わかった。他社のチームではないでしょうか？ここで1対1の一か八。殺すか殺される。さて、元気玉じゃぜ。世界中の野郎ども、我らに元気をよこしやがれ。お笑いチームのため、くる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 、超ドリフト、リタイを犠牲にしたけど、今ので入った？わお、それはやばいっしょ。全身全然ないやん。姉上、お前の負けじゃぞ。黒森峰フラッグ社、走行不能。よって、大洗女子学園の勝利。やお、大洗学園の勝利じゃぜ。暗潮の野郎どもはどこだ？ああ、寝とる寝とる。うん。勝つに決まっておろね。やはりミポリンの頭脳作戦。ビットマンって誰や誰や。とりあえず人数多いわ。これよく覚えられない、みんな。なんや、もう寝るか。今から宿話屋で。おっと、やらだま、この戦車でティーガーを倒しやがったぜ。学校を救ったぜ。泣いとるやんお前。今までなんかめっちゃ強がりだったけど。
じゃあ生徒会にしてくれよ。プレジデント。ありがとね。お、超感謝。私の方こそありがとうございました。もしかして映画って世界大戦？なんや。What's？ お、焼却。あなたの遅刻データ全部消したわよ。おっと、そんな力があるのか、こやつ。そうどうこう、ええやつやで。ちょっとなんかずるいけどね。マジで無理だろずっとまだ泣いとるな。あ、今日もよく、よきファイト。優勝おめでとう。うん。乾杯だな。乾杯に決まってるやろ。相手は誰だと思ってんだよ。日本のレンジャーぜ。日本らしい戦いだったな。うん。西住流とはまるで違うな。そうかな。うん、そうだよ。そこに強さがあった。見てる見てる。でも姉上といい関係持てそうやな。やっと見つけたよ。私の聖者道。次は負けないわよ。あ、はい、この白髪の女がなんか友達になりそうやな。コングラジュレーションだよ。ディストロフィガイユ。おちゃちゃん。うん。ママが見とるな。西住流ではないけど。パパ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 ンパン。プンパン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 。今からお祝いじゃぜ。おわわわおわい。エンターエンターミッション。ああ、なるほどね。これでみんなシャレを一番直ってるけどね。そして落ち込んだ天気だせ気にしない、タイプ2乗り越えて変化ですよ。みんなでね、誰かを信じたら倍になるハッピー。ノックでぶつかれば憧れ現実になる。偏見にほら走って、パタパタパタ、エンターエンターミッション。一応書いてるからね。おいで一生懸命親稽古よね。からいっぱいエンターエンターミッション。手をつないで手をでも平気。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、ほら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 って言ってるよ。一生の未来。めっちゃ疲れてるやん。おじいちゃんたちもなんかこういうバレンタインの、あ、はい。え、もう疲れてんじゃねえの戦車やば、まるでサッカー試合から帰ってさ、帰ったら何する、え、サッカーやるみたいな。あ、そんな感じで終わんの？終わり方やば。そんな終わり方？ふなるほどね。ちょっと悲しいよね。でも映画は2つあるからね、劇場版。オッケー。うん。
アニメの方ですね、ちょっと評価をしますと、もうちょっと今酔ってるんだけど、なんか俺的にはやっぱり良かったと思うんだよね。なんか最初はちょっと分かんないなって、どん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 、好きになっていくものだよね。不思議だけど、すっごい不思議。俺全然なんか、あの前のコメントとか結構あったんだけど、なんかピータには萌えの理解がないとかいろいろあったんだけど、合ってるんだよね。で、別に萌えとかあんま興味ないし、なんか女子高生とか女子中高生とか全然興味ないし、だけどスポコンは割と好きやし、うん、なんかそれだけではなく、戦車っていうすごい斬新なところでなかなか心に入り込んでいたっていう感じなんだよね。多分俺が一番好きだったのがアンツィオ戦と、ロシア、あと一番最後の、それが本当にこのアニメの見どころと思ってて、不思議なアニメで、なんかたびたび輪がうまく良くなっていく。それって、輪が良くなってるのか、それとも自分がただ好きになってるからそう感じてるのか、ちょっと自己分析は足りないんだけど、まあそういう感じで、まあ、うん、キャラクタービルディングというか、世界ビルディングっていうか、そういうのは、まあキャラクタービルディングはあったけど、世界ビルディングあんまなくて、なんでそんな軍艦があるとか、そういう話は触れなかったけど、まあそれはもう、現実だから、しょうがないっていう考え方で、別にすごい楽しかったです。はい、皆様、最後まで見ていただき、ありがとうございました。面白かったら、高評価、またはコメント、登録をお願いします。この後は映画を見るつもりなので、皆さんご興味がありましたらそこもぜひ見てください。ではでは次までよろしくお願いします。Until next time, お気に、Goodbye!